こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はトレーニングアプローチを参考にする時のポイントについてお話したいと思います。動画の概要欄には Bレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報も載っておりますので、ぜひご確認ください。最近はですね、 YouTube やトレーニング雑誌などでも、いろんなアプローチが紹介されています。昔よりも情報は得やすくなっているとは思うんですけど、動画とか雑誌を参考にするときにですね、いくつかのポイントを意識していないと逆にトレーニング効率が悪くなっちゃう場合もありますので、アプローチを参考にするときのポイントのお話をしていきたいと思います。まず一つ目がですね、紹介されているアプローチがどのような対象に向かってされているのかというところは意識する必要があると思います。例えばですね、トレーニング歴10年以上で大会に出ている方向けにこういうやり方もいいですよとか、こういうアプローチもいいですよっていうアプローチが紹介されていた時に、フォームがまだ固まっていない、トレーニング歴が2ヶ月3ヶ月でその動画を見て参考に過ぎてしまうとですね、逆に成長速度遅くなったりするし、難易度が高すぎてですね、フォームが定まらずに怪我してしまうこともあります。なので参考にする時にですね、どの層がターゲットですね、どの層を想定してアプローチが紹介されているのかっていうのは意識して見る必要があると思います。できればですね、初心者のうちはですね、やはりこうベーシックなトレーニングの組み方とかベーシックな種目をしっかり身につけることが重要だとは私は考えておりますので、特殊なアプローチに最初から飛びつきすぎない方がいいのかなと思います。次にですね、トップ選手などですね、すごい体をした人が、こういう種目をしたら自分は成長したっていうですね、体験談ですね、話されている時にそのまま聞いてしまって、その種目を導入するっていうのも、一度しっかり考える必要があるのかなと思ってます。基本がしっかり出来上がっている上級者の方が変化をつけるためにこの種目を導入して良くなったという場合はですね、基本ができている前提なので、基本ができてないうちに導入するのは良くないかなと思いますし、例えばその方が関節が非常に強いとかですね、怪我をしたことがないぐらい体が強い方がこういうアプローチをしたらうまくいったというお話をされていても、そのままやったら体壊れちゃうこともありますよね。私も有名選手のトレーニングフォームを動画で見てこうテンションが上がってそのまま真似して膝を痛めたことがあるので、トップ選手は関節とかがね、やっぱり負担がかかるトレーニングに耐えれるからトップ選手であるし、そのフォームをやっても怪我しない体のバランスかもしれないのでね、骨格の特徴とかですね、関節の強さとかも踏まえてトレーニングメニューは組み入れる必要があるので、必ずしもトップ選手がやっているから自分の体に合うわけではないということもあると思います。またですね、関節の強さだけじゃなくてですね、トレーニングのボリュームの話を、例えば1日3時間やってます、4時間やってますと聞いた時もですね、その方はそのぐらいの回復力があるからトップになれたわけなので、そのぐらいできないといけないんだというところで、いきなりこうトップ選手の真似をして長時間の高強度のトレーニングやってもやっぱ体が持たない方もいると思いますし、回復力だけじゃなくて同じ種目をやってもですね、重いのがこなせる骨格とか筋肉のつき方がしてる人もいるし、軽い重量でも筋肉がつく方もいるし、筋肉のつきやすさとかもやはり違いますし、極端な話、男性ホルモンの量とかもそもそも違う前提でトレーニングメニューが組まれているかもしれないので、完全に鵜呑みにするのではなくて、この人の背景がどうなのかっていうところもしっかり考えて参考にする方が、個人的にはいいと思ってます。次にですね、トレーニングのフォームについてなんですが、私どもも含めて、トレーニングのフォームを紹介するときにですね、こういうフォームがありますよとか、ベンチプレスはこう行うべきですよっていうところの紹介をするときに、基本的にはやっぱフルレンジで教科書通りのフォームで行うことがあります。ベンチプレスであればブリッジしすぎないようにできるだけフルレンジでやったりとか、スクワットを皆さんに紹介するときにできるだけ深くしゃがんで正しいスクワットとして、これが一番やりにくいやり方なので、負荷も一番筋肉にかかるというやり方なので、フルスクワットで紹介することが結構あるんですけど、これはですね、やっぱりこうトレーニングのやり方を紹介する上では、教科書通りのフォームでやるべきだろうっていう考えが
あってのことなんですが、まあ、例えばですね、スクワットで股関節とか膝を痛めてるとか腰を痛めてるとか、まあ、痛めやすい方の場合は必ずしもフルスクワットが正解ではなくて、浅くしゃがんでる方がスクワットのいいメリットを取りながら怪我をせずにトレーニング長く付き合えるっていう場合もあります。また動画でお手本としてやる場合は、お尻が上がったベンチとかベンチプレスのやる際にあまり使わないようなパッドですね、スクワットの時に首痛くなくなるようにパッドを使うんですけど、パッドを巻いてベンチプレスの可動域を制限するっていうやり方を動画ではしないですよね。まあ、これは無理やり重いのを持ち上げていい格好をしているとかですねやっぱそう思われたくないし、まあ一部ではねエゴリフトっていう言い方があって、トレーニングの効果としてはあんまり期待できないのに無理をして重い重りを扱っているというところの厳しいご意見をいただかないように、あえてフルレンジで動画紹介上では行うことが結構多いんですけど、まあ、例えばベンチプレスでね肩を怪我しやすいとかですね、そういう方の場合はお尻を思いっきり持ち上げてお尻が浮いた状態でベンチプレスをやった方が肩の怪我とかねない状態でベンチプレスを行えたり、まあ、パッドを使ってですね胸につけるっていう基準はまあ、しっかり作っているけど、パッドの厚みの分ねバーが下がりすぎなくて、まあ、肩の負担減らすっていうメリットもあったりするっていうトレーニングのやり方が適した人も中には当然いるんですよね。どうしてもベンチプレスで肩痛めちゃうけど、ベンチプレスのメリット、高重量をこなせるメリットは取りたいという場合は、お尻をすごく高く持ち上げてパッドを使って制限してでもベンチプレスを組み入れた方が実は怪我なくトレーニングできるっていう方も中にはいるのでね、この辺はですね、僕たち紹介する側が悪く見られないようにするためにあえて出してない面もある。必ずしもフルレンジで正確なフォームでズルしてないように見えるフォームで紹介してしまうので、まあ、それじゃないとダメだっていう見え方がしすぎてしまうとね、逆にトレーニングの選択肢が狭まってしまうので、必ずしもストリクトが正解ではない場合もある。怪我をしやすい方にはストリクトじゃない方法を選ぶことも正解だということも知っておいた方がいいかもしれません。次にですね、トレーニングのメニューの紹介をされる時にですね、あんまり見たことないような種目とか、あんまり聞いたことないような特殊な負荷のかけ方とか、レップ数の回数の設定とかですね、休憩の短さとかを設定したやり方を紹介することがあります。まあ、特殊なアプローチとして。ただしこの特殊なアプローチっていうのはあくまでベースの種目がしっかり行えてる前提ですね。例えば肩であればショルダープレスが、まあ、ベースの種目ですよね。ベースの種目としてしっかり伸ばせてると、ここをしっかりこなせてる前提でプラスアルファで足すのであれば特殊なフォームのやり方、効かし方の種目があってもいい。例えば、まあ、ケーブルで十分ストレッチをかけたケーブルサイドレイズとかですね、まあ、それのこう回数の組み方が特殊であったり、まあ、途中で止めるとかですね、まあ、やり方、効かし方の工夫をすることがあるんですけど、いきなりそればっかりやってもですね、やはり効果はあまり期待できないというか、まあ、ベースをしっかり押さえてないとやはり伸びは緩やかになってしまうかなと思います。マンネリしないようにとかですね、ベースの種目で補えない要素を補うために特殊なアプローチは紹介しますし、停滞期を、ね、打破するために違う刺激を入れたいという時に特殊な組み方とか特殊な回数設定は紹介しますけど、あくまでこれベースができている前提なので、特殊な組み方をやってれば大きくなるんだっていうふうに思って、そこを優先的に入れてしまうと、もしかしたら成長が遅くなってしまうかもしれないので、まあ、これは特殊なアプローチとして紹介されているっていうところで、ベースはベースでちゃんとあるんだよっていうところを知っておいた方が良いかなと思います。でまたですね、情報の発信者側の都合になるかもしれないんですけど、ベーシックなことってやっぱりね、新鮮さがないというかね、面白くないと思うんですよね。聞いててもダンベルショルダープレスはこうやってとかですね、どこでも紹介されてるし目新しさもないんで、あんまり見られない可能性もあるとは思うし、だからより違うアプローチ、より違う組み方と探していってしまう、まあ、発信者側の悪い傾向もあるかとは思います。ただしトレーニングを伸ばしていく、強くなっていく過程というのは本当にベーシックなところをちょっとずつちょっとずつ根気強くトレーニングの負荷回数を増やしていって伸ばしていくというところの積み重ねがあくまでベースであるというところなので、そこが抜けないようにだけですね、まあ、我々発信者側も気をつけていきたいですし、まあ、見る側の方もあ、こういうアプローチもあるんだと
マンネリしたらこういうやり方もやってみようかなぐらいの意識で見ていただくと良いかなと思います。ではもう一つアプローチとして気をつけるポイントですけど、例えば、ショルダープレスであればですね、効かせるフォームの組み方であえて、背筋伸ばしすぎずにちょっと少し丸める意識で座って、上げた方が、胸に負荷が逃げないようにするっていうことで、ショルダープレスあえて反りすぎないようにもう少し丸めるぐらいの意識でショルダープレスやることがあったりもするんですけど、これ最初に言ったように上級者でトレーニング経験がある程度あって、例えば重さにこだわれば40キロで10回できますよと、そういう方が20キロに負荷を落として他の部分に負荷が逃げないようにしながら、より肩に集中して負荷を入れるためのトレーニングのフォームの特徴になっているんですけど、これ実は体が自然に行おうとする動作をあえて意識で抑え込んで他の部分に負荷が逃げないようにっていうやり方をしてますので、初心者の方がそのまま真似してしまうとですね、不自然な連動になっているので肩の腱挟んだりすることがあります。動作をコントロールしたりとかですね、十分な柔軟性ができてたり、トレーニングのフォームが固まってる方がやるから効果があるっていうフォームになるので、上級者の方が効かせようとして組んでる不自然な動き、特殊なフォームをいきなり真似すると本当に怪我する可能性があるので、そこは真似しない方がいいかなと思ってます。例えば僕自身も大胸筋を発達させるために、普段は重量をこなすためにはちゃんとこう乳首から溝落ちの間ぐらいにバーを落とすっていうやり方をするんですけど、首の位置ぐらいの高さでしっかりストレッチをかけてバーを下ろしたりするフォームですね。ボディメイクであればそのようなフォームで行うこともありますし、インクラインでも普通にこうインクラインベンチを上げるよりも特殊なやり方ですけど、下ろした時にグーッとストレッチかけてそのままもう一回切り返すっていうやり方をすることがあるんですけど、これやり方間違ったら一撃で肩痛めちゃう。で、確かに大胸筋上部がついたりとか形がすごく良くなる実感はあるんですけど、重りを7割6割ぐらい普段こなせる重量から落として、最新の注意を払ってトレーニング歴がある程度長いから、なんとか怪我せずできるやり方のアプローチなので、このやり方をトレーニングの始めたてからやろうとしてもおそらくコントロールうまくいかなくて関節痛めたりしてできなくなる可能性もあるので、上級者が効かせるコツとしてやっているアプローチは実は初心者から中級者ぐらいの方がいきなりやってみると本当にリスクが高い可能性があるということも一応知っておいてください。こうした方が自分の体はより良くなったっていうのは僕ももちろん経験している特殊な組み方ではあるんですけど、注意点としてはベースの種目もやりきって伸びしろがなくなってきたと、これ以上重量を上げていってもおそらく重量をこなすためのフォームが上手くなるだけで、ボディメイク的にはそんなにこうメリットがない、伸びしろがないってなった時に行っていくアプローチであって、重量を伸ばしきる前にそういうアプローチを入れすぎない方がいいかなと僕個人的には思ってます。最後はね、怪我を予防するためにね、上級者を真似しすぎないようにっていうところのお話をしました。これ結構重要だと思うんで意識してみてください。今はね、昔と違ってすごいトレーニングマンネリしないようにいろんなアプローチが紹介されてたりとか、本当にこう昔だったらセミナーにね、有料で参加してもなかなかこう教えてくれないような特殊なアプローチをトップ選手が教えてくれてたりとか、停滞を打破するためのアプローチをいろいろ紹介してくれていたりするので非常にありがたいとかね、知識のレベルアップも非常にしやすいいい環境ではあるんですけど、状況とかレベルに応じてはそのまま採用しちゃうと逆に遠回りしちゃうということもあると思うので、その方の背景とかどういう対象だったらいいのかっていうところも少し意識しながら、であくまでベーシックなところをまず伸ばしていくっていうところも抜けないようにしながらアプローチを参考にしていくと良いかなと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報も配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄を一度チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。